今日は、日立市、かみね動物園に来ています。早速、レッサーパンダくんです。今日もレッサーパンダくんに惹かれてやってきてしまいました。笹の葉ってそんなに美味しいのかな。レッサーパンダくんってこんなかわいい動きで自然界で生きていけるんですかね。こちらは一生懸命壁を登ろうとしているハクビシンさんです。なかなか諦めません。こちらはプレーリードッグくんです。ここには3匹住んでいるそうです。これはプレーリードッグくんの見ている方向にいるお姉さんを見ています。カワウソさんです。急にカワウソさんの向いている方向にいる子供の声に反応しました。ギスさんです。確かにプレーリードッグと似てますね。モルモットくんです。なんかこのモルモットくん顔が黒くて体が白くてパンダさんみたいで可愛いですね。黒い顔の中に光るちっちゃなお目目がとっても可愛いです。映像が揺れるのは隣にいるヤギさんに邪魔をされているからです。
お兄ちゃんです。シマウマさんです。本当にシモの模様は綺麗ですよね。キリンさんの親子です。真ん中にいるのは赤ちゃんかな。3人で仲良く食事してます。こちらの鳥さん、以前見たライチョウさんかと思ったんですけど、違うみたいです。顔と頭あたりの赤と白はなんとなく一緒なんですけどね。これまた大きなカメさんです。こちら側にいる観客に向かって歩いてきます。みんな大喜びです。マーラさんです。こちらの動物園にいるマーラさんはちょっと小柄で可愛いですね。ゾウさんです。今回はゾウさんもしっかりと撮りました。こちらにもゾウさんがいます。
ゾウさんの鼻って本当に長いですね。とっても器用に花を使います。クマさんです。この動物園のクマさんは、睨みつけてこないですね。トラさんです。このトラさん、撮影している場所は結構離れてるんですけど、映像を見てみると、目がしっかりとこっちを見てますね。カピバラくんです。カピバラくんはなんとなく丸っこくて可愛いんですよね。こちらは、ヤマアラシさんです。暑いのか、下手で休んでいます。今日は暑いですからね。さすがに毛が太くて硬そうですね。モルモットの撮影を邪魔してくれたヤギさんです。ウサギさんです。こちらの動物園にはウサギさんがたくさんいました。
ペンギンさんです。こちらのペンギンさんたち、みんなそちら側にいるお客さんの方に行ってます。こちらにも来てくださいよ。ライオンさんです。オスとメスですね。夫婦ですかね。暑くてぐったりしてる夫を見守る妻って感じですかね。ここはお猿さんがたくさんいるところです。こちらのお猿さんもみんな夫婦なのか、仲良く毛づくろいしてます。最後はフラミンゴさんです。ちょっとこのカメラは白飛びしちゃうようですね。以上です。それではまた。